誰もいなくなった。何が起きているんだ。死んでも死んでも逃げられないこの牢獄に閉じ込めて、僕をいつまで苦しめようというんだ。この先に何か待ってるとでも言うのか。なあ、答えろよ。この理不尽な世界、ここはどこだ？廊下？まるで昔通ってた高校のようじゃん。また会ったわね、ユリッペ。ということは、そうよ、また付き合ってもらうことになりそう。申し訳ないけど。じゃあまだ次の生を楽しみにしてイケていない奴がいるってのか。そうなるわ。いらっしゃい。すでに戦ってる！いちいち状況の把握から始まらないで助かってるところ。敵はキャンサーよ。手伝うよ。私の伝説はこれから始まる。一気に片付けるぞ。負けてられないわね。いい感じじゃない。どうだ。ま、あたしにかかればこんなもんよ。あっちからも戦闘音がする。ユッキーたちに違いない。合流しよう。ええ。ユッキー。大丈夫、今蹴散らしたところだ。待て、そっちの二人、見たことある顔やな。そう、ユリッペとカナディだ。また会えたんだ。すごい。会えたというより、あなたたちは呼び寄せられたのよ。ありがた迷惑じゃない？ありがたいだけだよ。だってまた誰かを救えるんだろ。あたしらは人を救うのが趣味なのさ。務めだわ。たまには音楽から離れるもええやないか。逆になったままじゃねえか。
でもここって校舎よね。うん、どう見ても学校。これがスクール、初めて。よかったな、頭満喫していき。さあ、ワクワクのスクールカースト。そんなヒエラルキー満喫したかったのかよ。せめてスクールライフにとどめろよ。でも誰もいないね。無人なのかしら。なあ、ここはどういう場所なんだ？ここが私たちが過ごしていた死後の学園よ。全寮制で、生活は全てここで完結するの。こんなに大きいってことは、死んできた人たちがわんさか集まっていたの？いいえ、ほとんどはゲームで言うところの NPC よ。神が用意したそれっぽいだけの存在。でもその人たちもいなくなってる。不思議ね。かやむりさんたちがいるから必要ないって判断でしょうね。誰の？わかんない。神か、あるいはかつての仲間か。前回のことを踏まえるとコンタクトの取りようはなさそう。何今の音？ディストーションギターだ！え？キャンサーとそれで戦ってるの？そんな無茶や！ SOS かもしれない。音のした方に急ごう。では、ヒサコさん。うん。助けに来たぞ！もう大丈夫だ！怪我はなかったか？え？自主練してただけだけど？ありゃ、そうなの？ヒサコさん、今回はあなたなのね。ユリカ、びっくりしたぜ。突然誰もいない校舎で目覚めたからさ。それなのに自主練？私にできることって言ったら、いつでもライブできる準備をしておくだけだからさ。わお、いいね。すげえ安定感だったよ。早速私らとライブしようぜ。やったりましょう。今回はルカ側のやつだったか。先が思いやられるわね。お前もそっち側だからな。いいや、私はそんな無節操に誰とでもやらねえ。あれ、ルカ側じゃない？そうよ、ヒサコさんは音楽に対してはストイックなの。その通り、舐めないでもらえる？お前、こいつのバンドのメンバーだったのかよ。他人よ、まともに話したこともないわ。誰？違うのかよ。ヒサコさんよ、ガルデモのリードギター担当。絶対ピンときてねえだろ。ピンときてねえ選手権代表のような反応じゃねえかよ。ピンときてねえ選手権って何？拾われると恥ずかしくてたまんねえわ。二度とお前の前でトリッキーに例えねえって今心に刻んだわ。天使様も一緒か。ユリ、これはどういうことなんだ？説明してもらえるか？全然わからねえ。ここからは一度去ったはずだろ。でもあなたにはまだ心残りがあるはず。それを話してもらえない？ルマンドのプロモーター担当さん。なんでお菓子のプロモーションなんてしたことねえわ。ハモった。今ユキさんが二人に見えました。
味とかいな。気持ち悪い気持ち悪い。こっちのセリフだよ気持ち悪いな。なんなんだよこいつら。説明したろ、あんたを救う救世主様のお出ましさ。うちのセラフィムコードパクんね。うちも伝説始めるで。天下一品をどうぞ。それはいらん。聞いて、キサコさん、あなたもその伝承って機械を掲げてセラフィムコードを唱えると、化け物と戦える武器が呼び出せるの。機械ってこいつか。なんでこんなの持ってんだよ私。そう、セラフィムコードを探してみて。え、これか。嫌なことばかりでも前へ進め。おいおい、なんだよこりゃ。おお、いいセラフじゃねえか。それを手に化け物と戦うの、不思議なことに扱い方はわかるわ。化け物ってのは？キャンサーっていう人を襲う生命体よ。なんでそんなのがこの世界にいるんだよ。共闘するため。窓の向こうに敵へ。おっと、早速お出ましのようだぜ。みんな行くぞ。焦らず慎重に行くぞ。そこだ。もらった。いいじゃねえか。どうだ、チャンスだ。お前らどいてろ。ま、あたしにかかればこんなもんよ。よし、撃破。おいおい、なんで去ろうとしてたのに戦いが続くんだよ。だから言ってるじゃない、あなたに心残りがあるからだって。ねえよ、なんでだよ。そっちの方が理不尽だろ。今回も時間がかかりそうね。そもそもすんなり行くべき問題じゃないわ。だから私らも呼ばれてきたわけだしな。じゃあこれからどうするの。誰もいない校舎を散策するのもいいんじゃない。ドキドキのスクールデイズ。それも進んでしたくはねえがな。こいつらは仲間なのか？信用していいのか？ええ、以前にもこうして共闘したことがあるの。すごく頼もしい連中よ。お前がそこまで言うのか。すげえやつらだな。トンチキな格好してるが。わわ、私以外の皆さんがひどい言われようもしている。いや、主にお前だよ。何その軍帽みたいなの、ファッションなのか、それかただの中二病か。ファッションでも中二病でもない、正式な海軍支給の帽子でしょ。うわ、ちっこいのに元気なやつだな。ゆいを思い出すぜ。やめてください。テレレテレレテレよ。誰か知らねえだろ。完全にハマった。顔も似てない。ポニーにしたら入れ替わってても気づかんで。仲間なら気づけよ。そうね、生徒会長なら気づけよ。怒涛のシンクロ。で、ユーリ、こいつこんなノリいい性格だったのか。そうね、キサコさんは知る由もないわね。意味不明なほどに空気読まず興奮するし、ノリいいわよ。大変です。
そっちもだろ。本当だわ。なあ、こいつら倒すことになんか意味あんのかよ。隠れてたらダメなのかよ。じっとしてたら意味はないよ。私らが来た理由もなくなるしね。ひさこさん、何かやり残したことはない？ここでか？ねえよ。ねえから消えようとしたんだよ。そんな、学校なのにもったいない。なんだよ、何か楽しいことでも思い浮かぶってのかよ。とりあえずひさちゃんと手合わせを願いたい。え、私のことかよ、そのひさちゃんって。そう、私はカナディと呼ばれてるの。どう、カバディみたいでしょ？よくカバディみたいで自慢してこれるな。どんな感性だよ。ねえ、どうなのひさちゃん。手合わせってなんだよ。お前らもやれるってのかよ。うん、やれる。あんたらの曲をあたしらと一緒にやってほしいんだ。はあ、こっちは学祭レベルじゃねえんだけどな。あたしらも本格的だよ。あたしは元プロミュージシャンだったし。ふん、でもそのルックスだ、モデルに歌わせてみた程度なんじゃねえのか。ルカさんの歌はそんな程度じゃない。プロ顔負けよ。だから元プロだったんだろ。こいつ何言ってんだって顔で見られてるだろ。わかった、どうせやることねえし、やるか。じゃあキャンサーを撃退しつつ楽器を運ぼう。どこからだよ。軽音部が使ってた教室にあるはずよ。おっと、キャンサーがいるな。軽音部が使ってた教室はあの奥よ。まだこっちには気づいてないな。奇襲のチャンスだ。よし、トランスポートで突っ込んで先手を取る。行くぞ。みんな、冷静にな。ほらよ、やるな。こういうのはどう？その調子だ。ま、あたしにかかればこんなもんよ。よし、他にはもういないな。ここが軽音部が部室に使ってた教室よ。じゃあ楽器を借りていくとしよう。何が必要なの？ギターとベースとドラムとアンプ、あとはマイクも。一式揃ってるみたいね。これなんてどう？アコギか。一応持っていこう。よし、これでセッティング完了。本当にやれるんだろうな、苦労ソングを。もちろん、一回やったら忘れないよ。なんでお前らが知ってるのかまでは聞かねえが、この曲をとちりやがったら許さねえからな。おいおい、怖えな。指が震えてきました。久々のノイズ担当や。ダーッと派手に行くで。ユッキー、カウント。ああ、
スだね。痺れるし、憧れるわ。だよ、お前。え、何何？ルカさんがめちゃ見られてます。嘘だろ、また会えたってのかよ。抱きつかれた。え、感動してくれたの？それは嬉しいけどさ。なんだよ、帰ってきてくれたのかよ。知らなかったよ。ちょっとどういうことかな。岩沢さんの生まれ変わりとでも思ってるみたいね。歌声似てるものね。だから私はこの世界に残ったんだな。お前を一人きりにしないために。いや違う、またこの世界で二人からやり直すためにか。違うよ、この世界には呼ばれて寄ってるだけだよ。そんな簡単に来れるような場所じゃねえよ。神が引き合わせたんだよ。とりあえず一旦離れようか。そう言ってまた消えるんじゃねえだろうな。消えない、いつかはいなくなるだろうけど。だったら離さない、もう二度とな。久子さん、冷静になって。彼女は岩沢さんじゃないわ。気持ちはわかるけど。魂が同じかもしんねえだろ。ここはそういう場所だろ。そういうのを信じたくなるのもわかるけど、システムとしてここで再会できることに何のメリットもないわ。かなでちゃんの言う通りよ。なんでだよ、ここで永遠に過ごすんだよ。なんかルカのストーカーみたいになっとるやないか。モテモテです。とりあえずすぐ消える予定はないから話そうね。みんなも見てるし。あ、でも隣にいろよ。うん、いいよ。ユキさん、ライバル現るですね。そんなこと言ってる場合か。ヒサコさん、よく考えてみて。ここにはキャンサーという敵がいるの。そんな場所に居続けることがいいわけないわ。でもこうして残ってたら再会できたんだよ。私は岩沢って人じゃないよ。自覚がないだけさ。ヒサコさん、あなたは依存しているだけよ。それは良くないわ。私は依存されてたんだよ。だから今度は私が依存する番なんだよ。それで差し引きゼロなんだよ。よくできてるじゃねえかよ。どういうこと？今はそんなことどうでもいいじゃねえかよ。私は気になるな。なんでギターそんなに上手いの？ギターの話か。父親がバンドやってて、家にギターがあったからだよ。おっと、うちと同じだ。父親はスタジオ借りて仲間と練習してて、私はそこにちょくちょく参加するようになった。でも父親がやる曲なんてもろグループサウンズでさ、要は古臭い曲だった。だからレコードショップに行って、店員に一番かっこいいバンドの CD をくださいって頼んだんだよ。それで渡されたのがゼッペリン。そこには新しい世界が待っていたんだ。こんなかっこいい音楽があったのかよって、目から鱗が落ちたよ。宿題もほったらかしで、学校から帰ってきてはそれをコピる毎日だったな。2ヶ月後ぐらいにまた親父のバンドに参加してみた。感想で思いっきりソロを弾いてやったら、みんなが演奏を止めて私のプレイに聞き入っちまった。それぐらい私は短期間でギターが上手くなっていたんだ。代わりに親父のバンドには二度と誘われなくなったけどな。それもうちと一緒だ。ゼッペリンいいよな。あの時代にあのギターリフは最高。まさにそれさ。それでルカみたいにプロを目指したのか。そうか、あんたプロだったんだな。
1年間だけね。ルカさんは伝説的なアーティストさんなんです。その解散理由も未だに謎なの。謎なら聞けばいいじゃねえか。今はひさっちゃんの話を聞いてるところ。それからどうしたの？どんなバンド組んだの？別に、泣かず飛ばずってやつさ。あんなにテクあるのに？結局のところ全てはフロントマンで決まる。はあ、まさにあんたみたいなやつがいたらよかったな。なんか良くない人とでも当たっちゃった？そんなのいいじゃねえか。こんなところで締めっぽい話なんてしたかねえよ。どう思う、かなでちゃん。システムとしては二人を引き合わせたということかしら。そうね。ねえ、ひさこさん、これからどうしたい？こいつと一緒だったら何だって付き合うぜ。一人でずっと自主練してたんだ。久々に遊びてえな。敵がいるのよ。そのためにこの電池ってのがあって、セラフってのが呼べるんだろ。粋な計らいじゃねえか。いろいろと都合よく捉え始めたな。そうだ、あんたのことなんて呼べばいいかな。みんなルカって下の名前で呼ぶ。いい名前じゃん。遊ぼうぜ、ルカ。いいのかな。そうね、しばらくはいいんじゃないかしら。いいのかよ。なあ、何する？だったらリレーポエムしようぜ。何それ？まあ、私らは慣れてんだけど、2つのチームに分かれて1つのお題で A メロ、B メロ、サビ頭、サビ後ろって作詞して A4 用紙に書いていく。その出来で勝負。うちらの作詞能力には素人は勝てへんで。そんなことないわ。私たちだってガルデモという人気バンドを擁していたのよ。そのメンバーの一人は私なわけだしな。作詞燃える。私は元プロミュージシャンだったから、それを歌ってジャッジする審判にもあるよ。あんな苦労ソングを歌えるんだ、そのジャッジには間違いねえだろうな。だから4対4にするため、うちらから一人選んで貸し出すから。私も音楽経験者だけどね。頭良さそうだし、そいつでいいんじゃねえか。頼める？ええ、力を貸してあげる。なまってりゃ有能そうに見えるから引っかかりやがった。経験者ってちっこい時にピアノ習っとっただけやろ。価値格です。ありがとうございます。お前までなめてやるなよ、一応味方なんだからよ。チームユッキーとチームユリッペ、 A メロ、B メロ、サビ頭、サビ後ろの順番決めてけ。私がリーダーなのかよ。じゃあ私、相川、国見、朝倉の順でいいよ。こっちは私、ひさこさん、東條さん、かなでちゃんの順で。私がサビ後ろね。わかったわ。じゃあお題は死後の世界で、一人の持ち時間5分で次に回していけ。スタート。死後の世界？そっちは作詞が得意のようだけど、お題はこっちに合わせてくれたのね。これはいただきよ。はい、5分経過。次 B メロ。なんやねん泉、暗いこと書きよって。明るくするか、おしゃれにしたらんとな。どっちにしたろか。いい感じや。サビ前だから強くない言葉を選ばねえとな。サビでガツンと来るためにな。はい、5分経過。次サビ頭。めぐみさんからのパトン、大事にせねば。やったりました。ガツンと強い言葉で攻める。だってサビ頭だもの。
はい、5分経過。次サビ後ろ。超大事ね。よし、手応えあり。ひたすら熱くする。はい、時間終了。ではまずチームユリッペから私に用紙を渡してくれ。即興でメロディーをつけるよ。はい、どうぞ。あれだけエレキもうまいんだ、アコギもうまいんだろうな。曲名は私がつけさせてもらうよ。なるほど、こういうメッセージ性か。じゃあ聞いてくれ。死という字。まずは私ね。死ぬ気で頑張れよなんて言葉があるけど、私らは死んだ後も頑張っている。その時はどんな気持ちになればいい。いいメロは私だな。死という言葉がある。必ず死ぬと書いて必死だ。それぐらいの覚悟、これまで死ぬほどしてきた。私のサビよ。だから起死回生、九死一生、死死類類、半死半生、死がつく熟語は全て一つもピンと来ない。次は私畳みかけるわ。死という字が消したると他にも書けないという字だけ、年賀状にももう書けない。完璧ね。私の A メロからどうしてこうなった。サビのせいだろ。そこで頭おかしい方向に変わったろ。え、私？思いつく限りの死のつく四字熟語を並び立ててインテリジェンスの高さを発揮してみたのだけど。それ見たらゲシュタルト崩壊を起こしたの。年賀状にももう書けないで終わる曲なんてダサすぎるだろ。次回うちを年賀状に書くことなんてある？夢中とか。そもそも夢中には出さないだろ。夢中はがきにも死という言葉すら使わない。へえ。こいつバカだったのか。でもインパクトだけは抜群だったぜ。そう、インパクト勝負だったの。分かってくれたのね、さすがだわ。ゲシュタルト崩壊を起こしただけだったはずだろ。じゃあ次にチームユッキー、用紙を渡してくれ。ほらよ。なるほど、こっちもなかなかメッセージ性を感じるな。じゃあ聞いてくれ。あなたの癖。出だしは無難にしといたぜ。死んだ後にも待つ世界、変わるなんて信じるかい。食いたあの日を見返すためにやってきたんだ。次はうちへ。いや死んでなんかね、食いてもね、ハッピーな気持ちさ生んでくれてありがとう。マジおかっこ。この手紙と同じ内容の文章を知り合い10人に出さないと、あなたに不幸が訪れます。最後は任せて。やったんだけどさ、そのいちいち舐めてからは立つのやめてくれない。普通に考えて汚いから。さすがうちらだ、格が違う。どこかだー。死に滅裂だったじゃないの。まともなの私だけだったじゃねえかよ。うちは自分の尻拭いしただけやで。 B メロで A メロを全て否定すんなよ。結果何も言ってないに等しいんだよ。その点私は実に寂らしかった。不幸の手紙じゃねえかよ。それと最後カレンちゃんだったろ。普通に考えて汚いからってどんな旅だよ。簡単としていいのにな。とにかく互角だったってことじゃない。ああ、なかなかにいい戦いだったな。で、次は何する？がっつり遊ぶ気満々ね。
一応キャンサーという敵がいる中なんだかな。次は廊下でホッケーやろうぜ。ホッケー？掃除道具で簡単にできるんだ。このたわしがいわゆるパックで、このほうきがスティックで、この長い廊下の端にちりとり置いてあるから、それが相手ゴール。すっげえ、学校の道具だけでそんな遊びができるのか。ああ、燃えるぜ。チームはさっきと同じでいいよ。私は審判。いやいや、私運動神経はいいから。ほんと頼むぜ。せめて覚醒してやれよ。試合開始。いったれ！ほっといても突っ込んでいきやがるから、私がキーパーしてるよ。止めるわ。お願い、かなでちゃん。おめえを挽回させてもらうわ。そこは返上だろ。タマ、パスや。くそ、釣られた。攻めます。小さいから脇を抜かれた。お前も十分小さいだろ。任せて、仲間の出方は一番分かってる。あげます。あげる。たわしを飛ばしやがった。オッケーなのに。頭上からカレンちゃんでーす。空中でキャッチしやがった。お前、仲間の出方分かってねえじゃねえかよ。すげえ不意つかれてたじゃねえか。でもこっちにはかなでちゃんがいるわ。ひさこさん、キーパーを代わって。ああ、任せろ。反撃よ、かなでちゃん。ゆりと共闘なんて嬉しい。はあ、笑って勝てるほど甘くないぞ。そいつさっきのと同一人物かよ。7人目が現れてねえか。ガードスキル、ディレイ。何？残像じゃと。そうか、天使の力か。そんなの反則では。せやったらうちもサイキック使わせてもらうで。ほうきをビリビリにしてる。なんだよその力。一度パスよ。ナイス。触れることできんかったらビリビリしてても意味あれへん。なんか知らねえけど助かったぜ。ワンツーで返すから、そのままシュートして。ええ、頼む泉。こんなの相手にどうやって。シュー、届け。チームユリッペの勝利。よっしゃー。さすが生徒会チームといったところを見せつけられたわ。生徒会なのお前だけだろ。ガルデモなのもあなただけじゃない。こっちはガルデモチームなんて主張してねえわ。しかしどれだけ盛り上がってんのよ、誰もいない校舎で。それこそが学校での楽しみさ。これがスクールライフ。こんなにずっと遊んでられるなんて、通ってみたかった。基本は授業だからな。
いやー楽しかった。ああこんな経験したことなかったぜ。ほんと最高じゃん。不思議ね。かなでちゃんもそう思った？ええ、こんなにエンジョイしきってるのに何も晴れないだなんて。やっぱりこういうのじゃダメなよね。なんだよ、何の話してるんだ？だったら必殺のあれやるしかねえな。必殺技みたいな遊びがあんのか？ええ、みんなでジャンプしたら素敵な場所に飛べるの。そこも死後の世界なのか？私たちは死んでるけど現実世界のようよ。随分と未来だったけど。はあ？なんだよそれ。そこの方がもっと楽しいんだ。待て、この場所はあいつと出会えた場所なんだ。そしてまた出会えた。だから去るなんてやだよ。でもあの世界の方が手がかりもたくさんあるのよ。殺風景のここと違って。だからここは大事な場所なんだよ。なんで別の世界になんて飛ばなきゃならねえんだよ。あれ、そういう人もいるんだ。ごめんなさい、早計だったよね。前回奇跡的にうまくいったから私も調子に乗ってたかもしれない。なんで甘い飲み物も飲めるのにタピオカミルクティー。そっち側のはずなのに一名全然空気読めてねえぞ。別に興味ねえよ。なんでそんななんとかミルクティーに釣られると思ったんだよ。でも喉も渇いたし、そろそろお腹も空く頃じゃない？この世界で食べられるもの調達できる？この様子だと大食堂もやってはいないでしょうね。校舎内に購買部があるからそっちに行ってみましょう。そんなものあったんだ、知らなかったわ。奴らは僕を救い出してくれるのだろうか。この理不尽な世界から。ここよ。人はいないようだけど菓子パンが売ってるわ。それと飲み物も。無人販売か？一つ120円だって。 GP じゃ支払えないのかな。あたしがおごってあげるわよ。みんな好きなの手に取りなさい。やったね。これと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 これ。そんなに食えねえだろ。だって懐かしいのばっかりあるんだもん。牛乳パンとかあるで。懐かしすぎて涙出てくるわ。やっぱりイチゴスペシャルじゃない？ウグイスパンにします。マロン&マロン&マロンで行くわ。そこまで行ったらもはやただの栗だろ。ミニスナックゴールドにしよっと。ホワイトデニッシュ、こいつうめえんだよな。イギリストーストにするわ。それ砂糖のジャキジャキ感がたまらないの。キサコさんも選んだら？ルカと一緒のにする。どれ食うんだ？私はね、帽子パン。ヒサちゃんの分も。はい。へえ、本当に帽子みたいに可愛いな。ビスケット生地とカステラ生地が味わえるんだよ。最高じゃん。さすがルカのセレクトだな。甘いし食感も楽しくて最高だ。そいつはよかった。マロン&マロン&マロン、
もはや栗だわ。だから言ったろ。朝倉さん、それ大きいから片手では行儀が悪いわよ。これでもミニじゃ！企画を統一するためにスナックゴールドのサイズのままミニスナックゴールドになっただけ。そっち8人目が現れてねえか？どういうチームなんだ？愉快なチームさ。土地狂ったチームに見られてるからな。そろそろ夜だが、これからどうすんだよ。キッチンには帰らないの？このまま校舎で寝るよ、そりゃ。夜の校舎なんてドキドキすんじゃん。いけないことをしている気分。いや、いつキャンサーが襲ってくるかもしれねえから、そういう意味のドキドキだからな。校舎に泊まるのか。ほんと寝食を忘れて夢中になってたあの頃のようでいいじゃねえか。ルカ、音楽について眠くなるまで語り合おうぜ。ああ、受けて立つぜ。よっしゃ。量があるけど、私たちも付き合ってあげましょう。そうするべきね。硬い床で寝るのかよ。野営で慣れてはいるけどさ。せやったら保健室から寝具の類持ってこうへんか。ナイスアイデア。夜は交代で見張りを立てる必要があるから、食料も持ち込んでおいた方がいい。了解、買い込んでくるわ。私も行くわ。二人じゃ危険よ、誰かついて行ってあげたら。私とユッキーが行くよ。ひさちゃん、楽器の片付け任せていいかな。なんだよ、私を残してどっか行っちゃうのかよ。帰ってくるから大丈夫大丈夫。絶対だぞ、約束だぞ。うんうん、約束。意図的に離れたの？ああ、ユリッペも知らないのか聞きたくて。ひさちゃんのあれからの話。私が知っているのはこの死後の世界に来てからよ。それでもいいよ、聞きたい。ちょうど私たちが死んだ世界先生を名乗り動き始めたすぐの話よ。何？死んだ世界先生って。最初にあなたにも挨拶したでしょ。ようこそ死んだ世界先生へって。ようこそ死んだ世界先生へ。かすかに覚えがあるな。死後の世界で神に復讐するから戦線だったの？うわぁ、なかなか痛いね。セラフなんてものをセラフィムコードで呼び出して戦ってる奴らには言われたくない。そりゃそうだね、痛さではどっこいどっこいだ。司令官、痛いよ。怒られるからな。私たちは大勢いる生徒や教師を誘導する必要があったの。こっちは少数だったから。そこで目をつけたのが彼女たち。ゲリラライブをして校内で人気を博していたの。へえ、やってること完全に私らのオマージュじゃん。だから向こうが先だろ。こんな遠い天丼あるかよってぐらいの遠さで私もよく拾えたな。自分にビビるわ。でもその時はまだ二人だったわ。久子さんと岩沢さん。それが、後のガールズデッドモンスターになるの。みゆきちがドラム担当だったよな。その岩沢ってのは？ギター&ボーカル。しかも、カリスマ性の塊のような存在だったわ。あたしかよ！お前喋るとカリスマ性ゼロだからな。リュクチャーンシャー！ほんと、あなたとは正反対だった。寡黙だし、いつでも落ち着き払ってた。そして歌声には、魂が宿っているみたいだった。エネルギーの塊みたいだった。彼女は、歌うことが生きることそのものみたいだった。うわぁ、
なんちゃってで新人賞を総なめしちゃった私とは大違いだ。まったくそうだなとしか言いようがないな。まったくそうだな。ゲリラライブをするとすぐ教師が止めに入ってきてたの。すぐ逃げないと楽器も没収されかねない。生徒会としても見逃せなかったわ。あの時は敵だったものね。でもそれは二人だけでは大変だったの。だから私たちがサポートする代わりに、私たちがやってほしいタイミングでライブしてくれるよう共闘し始めたってわけ。リズム隊はいなかったのか？ベースとドラム？その2名が加入するのはもっと後のことね。しばらくは NPC のドラマーがいて、ビューティフルザブラッドというバンド名で活動してたわ。ベースレスか。インディーズとかでよくいたな。3年生の NPC は卒業式の日に消えてしまうから、それでドラマーの子もいなくなったの。それから入江さんと関根さんが加入してガールズデッドモンスターとなったのよ。へえ、勉強になるわ。音楽のことなんてさっぱりわからないけど。入江ってのは前回いたやつで、あん時に消えちまったよな。ええ、無事に次の生へと向かったはずよ。残りのメンバーは？関根さんは久子さんと同時にいなくなったと思っていたからわからないわ。ただ岩沢さんは明確にわかる。やりたいことをやりきってこの世界から消えたの。つまりポジティブに次の生へ向かったと？ええ、目撃者も多数よ。実は私も消えるところを見たの。マイソング、いい歌だったわ。音楽なんてさっぱりわからないと言い切るこの子まで虜にする弾き語りを最後にしてみせたの。それはスピーカー越しに全生徒に届いたのよ、思いとともに。そのスピーカーをオンにしたのもおそらく彼女よ。え？それは初耳よ。教師の手を振り払って機材室に駆け込んでいくのを見たの。つまりその手伝いを久子さんはしていたのね。それって本人は不本意なんじゃねえのか？そうね。それで消えるなんて思いもしなかったでしょうからね。でもやりたい歌を歌い切って消えるなんてさ、かっけえ去り際だな。私もそうしよう。弾き語りしながら消えよう。やめろよ！弾き語り始めたらこっちがドキドキすんだろ！あら、あなたたちそういう関係なの？ちっけーよ！こっちは毎日戦場で命の奪い合いしてんだよ！いつ誰がいなくなるかわからない恐ろしい世界で戦ってんだよ！そういう戦友って意味で聞いたんだけど。早とちりさせんだよ！あなたが勝手にしたんじゃない。そうだよ、みんな戦友だよ。そういう意味だとしたら、あいつにとっては岩沢ってのが一番の戦友だったんじゃねえのか？もちろんそうよ。そんな戦友を失ってどうやって立ち直ったんだ？ちょうど後釜となるボーカリストが見つかったのよ。とんだおてんば娘だったけどね。今そいつは？その子も一足先にこの世界から卒業していたわ。ちゃんと前を向いてね。結局誰もあいつの心のケアはできてねえんじゃねえのか？そうね。ユイがボーカルになってからは問題だらけで、何かを考える余裕もなさそうだったし。その間にひさちゃんと話もしてないの？ひさこさんはそれなりに大人だと思っちゃってたから。あれでも思春期の女学生よ。あなたが言うと説得力ゼロだけど、確かにそうね。あの時話が聞けたのは誰だったかしら。翌日本部を飛び出していったやつがいたような。そんなことをすると言ったら譲るぐらいじゃない？そうだ、おとなしくんだ。え、男かよ。そりゃ先生には男のメンバーだっていたわよ。今はもういないけど。なんだよ、結局手がかりなんもなしじゃねえか。
ったら私の出番だ。任せな。心のデリケートなところに入っていくのは私が一番得意とするところだ。相変わらず己への過信がすげえな。そうね。またあなたの力を借りるために呼ばれたはずよ。でも手伝えることがあったら言って。ああ。思いっきり寝てるじゃねえか。受けて立つんじゃなかったのかよ。あれだけ遊びまくれば当然。くそ、いいんだ、明日たっぷり話すんだ。めっちゃいじけてるじゃねえかよ。罪作りなやつだな。なぜか懐かしい気がする。こんな世界でどうしてだ。